折り紙を型紙と重ねて作る菜の花の作り方です。ダウンロードした型紙を折り紙と同じ大きさにプリントします。花と葉の型紙を切り離します。まず花びらを作ります。黄色いお花紙 3,4 枚と型紙を重ねて、空いているところをホッチキスで留めます。大まかに切ってから花の形に切り取りましょう。折り方1は、型紙が見えるようにまず蝶々の羽のように折ります。開いてもう一度、次に裏返して花びらの真ん中の線で折ります。こちらも開いてもう一度、両側の花びらを持って真ん中にぎゅっと押し付けます。型紙を取ると立体的な折り目がついた状態になっています。折り方2は、花びらの真ん中の線で折るところから始めます。左右の花びらを持って真ん中に押し付けると1と同じように折れます。折り方3は、型紙を取って花びらの真ん中で折ります。後で型紙を外す手間が省け、効率よく作業ができます。花びらの準備ができました。次に葉を作ります。折り紙を半分に切り、同じ向きに重ねたものを型紙とホッチキスで留めて、大まかに切り離します。周りの線に沿って切ったら、真ん中の線で山折りにします。そのまま斜めの線で山折り谷折りを交互に繰り返すと、棒のようになります。折り目が伸びてしまわないように気をつけて、型紙はそっと外しておきましょう。残りも同じように作っておきます。組み立ては、画用紙や厚紙を幅1センチ5ミリ、長さ20センチくらいに切った紙帯に花や葉を貼って作ります。まず紙帯の上の方に糊をつけ、一番上に小さい花を1つ、その下にだんだん横に広がるように小さい花を貼っていきます。小さい花は3枚から5枚くらい貼りましょう。最後に大きい花を2つ、横にはみ出すように少しずらして貼ります。花ができたら紙帯の下の方に糊をつけ、小さい葉を2枚互い違いにずらして貼ります。その下に大きい葉を2枚ずらして貼れば出来上がりです。花の数や紙帯の長さを変えてたくさん作り、菜の花畑のように飾ると綺麗です。